ANA から搭乗時刻のご案内をいたします。 ANA 沖縄行き14時ちょうど発307便の皆様の機内へのご案内は13時45分頃の予定です。なお機内へは事前改札サービス優先搭乗のお客様からご案内をいたします。2歳以下の小さなお子様連れのお客様、現在妊娠中のお客様、係員のお手伝いが必要なお客様は事前改札サービスをご利用ください。ANA ダイヤモンド、プラチナ、スーパーフライヤーズ、スターアライアンス、ゴールドメンバーのお客様は優先搭乗をご利用ください。なお当便は機内の混雑を避けますため、事前改札サービス優先搭乗に続きまして、座席番号が14列目より後方のお客様からご案内をいたします。お手元の搭乗券の座席番号をご確認いただきまして、座席番号が14列目より後方のお客様からご案内をいたします。14列目より前の席をお持ちのお客様は恐れ入りますが次のご案内までお待ちください。搭乗口通過の際は保安検査場と同じ二次元バーコードまたは ANA マイレージクラブカード IC 付き携帯電話をタッチしてお進みください。機内における携帯電話などの電波を発信する電子機器類のご使用は航空法で禁止されております。飛行機のドアが閉まりましたら客室乗務員の指示に従い速やかに点検を受けてください。今日もスターアライアンスメンバー ANA をご利用くださいましてありがとうございます。ANA から沖縄行き307便をご利用のお客様に事前改札サービスのご案内をいたします。2歳以下の小さなお子様連れのお客様、本日お子様とご一緒にご出発のお客様、妊娠中のお客様、係員のお手伝いが必要なお客様はどうぞ5番搭乗口よりご搭乗ください。ただいまより沖縄行き307便は事前改札サービスを実施いたします。2歳以下の小さなお子様連れのお客様、本日お子様とご出発のお客様、妊娠中のお客様、係員のお手伝いが必要なお客様は5番搭乗口よりご搭乗ください。皆様、この飛行機は ANA 沖縄行き307便でございます。手荷物は座席の上の物入れまたは前の座席の下にお入れください。安全のため通路、非常口付近、壁の前に手荷物を置かないようにお願いいたします。瓶類、ガラス製品などの壊れやすいもの、ペットボトルや水筒など水の出やすいものは前の座席の下にお入れください。手荷物の収納にお手伝いの必要なお客様はお知らせください。足元の手荷物は前の座席の下奥までしっかりとご収納ください。この飛行機の出発時刻は2時の予定でございます。飛行機のドアが閉まりましたら携帯電話を含むすべての電子機器の電源をお切りください。飛行中に電子機器をご使用になる場合は電波が出ない設定に切り替えてから電源をお切りください。出発までもうしばらくお待ちください。なお今日は上昇中気流が悪く揺れることが予想されます。離陸後しばらくはベルト着用サインが点灯したままの飛行も予想されます。お化粧室は飛行機が地上にあるただいまの時間もご使用いただけます。どうぞドアが閉まるまでにお済ませください。キャビアテンダンツ、ドアーズフォーディパーチャー。皆様、飛行機のドアが閉まりました。携帯電話を含むすべての電子機器の電源をお切りください。Ladies and gentlemen, the doors have closed now. Please switch off all electronic devices. Thank you. 皆様、スターアライアンスメンバー、ANA 沖縄行き307便をご利用いただきましてありがとうございます。この便の機長は山本、チーフパーサーは戸島でございます。ご用がありましたら遠慮なく客室乗務員にお知らせください。Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome on board ANA, a member of the Star Alliance, Flight 307 for Okinawa. The captain in command of this flight is Masaru Yamamoto, and the chief purser is Chizuru Tojima.
Please let us know if you need assistance and we hope you enjoy the flight with us. We will now explain the safety features of this aircraft. Thank you. 皆様、手荷物は座席の上の物入れ、または前の座席の下にお入れください。離陸・着陸の時は、座席のリクライニングとテーブルを元の位置にお戻しください。ただいまからこの飛行機の非常用設備をご案内いたします。しばらくの間お近くの客室乗務員をご覧ください。離陸・着陸の際、また座席にお座りの時は、シートベルトを緩みのないようしっかりお締めください。外す場合には、肩具の片方を持ち上げてください。機内に酸素が必要な状態、ご案内いたします。那覇空港到着時刻は、ただいまのところ定刻4時30分の予定でございます。気流の関係でベルト着用サインが点灯しています。シートベルトは緩みのないようしっかりお締めください。毛布をご使用の際は毛布の上からシートベルトをお締めください。この先、通信用の電波を発信していない電子機器、座席のリクライニングとテーブルはご使用になれます。リクライニングをご使用になる際は、後ろのお客様にご配慮くださいますようお願いいたします。この便ではベルト着用サインが消えてから、ANA マイチョイスサービスや、オリジナル商品の機内販売を予定しています。また、路線限定の ANA マイチョイス沖縄の商品もご用意しています。詳しくは座席ポケットにあるメニューカード、または ANA スカイショップをご覧ください。ベルト着用サインが消えるまで、どうぞもうしばらくお待ちください。皆様、ベルト着用サインは消えましたが、飛行中は急に揺れることもございます。お座りの間は常にシートベルトをお締めください。この飛行機の化粧室は客室の前方に1箇所、後方にも1箇所ございます。ベルト着用サインが消えている時間にご使用ください。ただいま、飲み物の準備をしております。機内にはアップルジュースや緑茶、ホットコーヒーなど無料の飲み物もご用意しています。客室乗務員がお伺いした際にご希望のものをお知らせください。ANA マイチョイス、オリジナル商品の機内販売は3時50分頃に終了いたします。ご希望のお客様はお早めにお知らせください。それでは狭い飛行機ではございますが、ご到着までどうぞごゆっくりお過ごしください。ご案内いたします。ただいまの時刻は3時30分でございます。那覇空港まであと1時間ほどの飛行となりました。飛行機は30分後に降下を開始します。化粧室はベルト着用サインが消えている間にお済ませください。ANA マイチョイス、オリジナル商品の機内販売も20分後、3時50分に終了いたします。興味をお持ちのお客様は、どうぞ気軽に声をおかけください。引き続きアップルジュースや緑茶、コーヒーなど、飲み物のご希望は遠慮なくお知らせください。現在到着地の天候は曇り、気温は17度でございます。なお今日は那覇空港到着後、ロビーまではバスでお送りする予定です。今年皆様こんにちは、操縦席よりご案内申し上げます。現在お休みの方、オーディオお楽しみの方、失礼いたします。本日は ANA307 便沖縄那覇空港行きをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
この飛行機はあと10分ほどいたしますと那覇空港に向け徐々に高度を下げてまいります。降下中も特に大きな揺れはないものと予想しておりますが、雲の影響等により急に大きく揺れることもございます。お座席にお座りの間は引き続きシートベルトの着用をお願いいたします。現在のところ那覇空港へは定刻の午後4時30分の到着を予定しております。空港周辺の天候は曇り、気温は17度と報告を受けております。本日は ANA をご利用いただきまして誠にありがとうございます。ご案内いたします。先ほど操縦室からもご案内したように飛行機は降下を開始しました。ご用のないお客様は座席にお座りになり、シートベルトをお締めください。 ANA マイチョイスオリジナル商品の機内販売は終了いたします。ご利用ありがとうございました。皆様、ベルト着用サインが点灯しました。シートベルトをしっかりお締めになり、座席をお立ちになりませんようにお願いいたします。小さなお子様をお連れのお客様はお子様をしっかりお抱きください。この先気流が悪く揺れることが予想されます。恐れ入りますが化粧室のご使用はお控えください。機長の指示で客室乗務員も着席いたします。サービスは控えますのでご了承ください。なお大きく揺れましても飛行には影響ありませんのでどうぞご安心ください。 Ladies and gentlemen, the captain has turned on the seatbelt sign. Please securely fasten your seatbelt. Please refrain from using the lavatory. Cabin attendants must also be seated. We will be passing through some turbulence. The turbulence will not affect the safety of the aircraft.Thank you. 皆様、着陸態勢に入りました。飛行機は10分ほどで那覇空港に着陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。この先飛行機のドアが開くまで全ての電子機器の電源をお切りください。お使いになりました座席のリクライニングとテーブルは元の位置にお戻しください。引き続き化粧室のご使用はお控えください。皆様、那覇空港に着陸いたしました。ベルト着用サインが消えるまでお座りのままお待ちください。物入れを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。携帯電話などの電子機器の電源は飛行機のドアが開いてからお入れください。ドアが開きましたら改めてご案内いたします。乗り継ぎのお客様は次の便の搭乗口を改めてロビーでお確かめになり、出発の案内があるまでお待ちください。到着ロビーまではバスでお送りいたします。ご質問がありましたら地上係員にお尋ねください。スターアライアンスメンバー ANA をご利用いただきましてありがとうございました。次のご搭乗をお待ちしております。Ladies and gentlemen, we have landed at Naha Airport. Please remain seated until the captain turns off the seatbelt sign. Take care when opening the overhead compartment.Please keep your cell phones and other electronic devices off until the doors are open. We will inform you when the doors are open. A bus will take you to the arrival lobby. Thank you for flying with ANA, a member of the Star Alliance. We look forward to serving you again. ご案内いたします。飛行機は間もなく停止しますが、皆様の安全のため、ベルト着用サインが消えるまではお座りのままお待ちください。なお、那覇地方、あいにくの雨模様となってしまいました。しかし、気温は名古屋よりも10度ほど高いです。皆様どうぞ楽しい週末をお過ごしください。